このお家に引っ越してきたのは、静かにゆっくり落ち着いて本が読めるお部屋が欲しいなと思ったからなの。ああ、それでこのようにまるで図書館のような部屋にした？そう。そうしたらあなたがいた。そうでした、そうでした。私が本を読んでいて、なぜなんだろうって言うと、なぜかと問われれば、なぜかと問われれば、静かに本が読みたいのよ。はあ、ふむふむ。これでふむふむとにゃんちゅうが顔を合わせてごらんなさい。にゃんちゅうはお友達を作るのが得意だから、すぐに仲良しになっちゃう。うん、でもそれはいいことでは？まあとってもいいことなんだけどもね。そうしたらば、このお部屋はふむふむとにゃんちゅうの遊び場になっちゃうでしょ。ふむふむ。私はどこで静かに本を読んだらいいのかしら。なるほど、わかりました。そういう理由があるなら僕も協力しましょう。本当？はあ、どうもありがとう。あ、起きちゃった。なわけないのだろ。ひとみちゃんの後ろに何かいるの。いやいやいや、別に何もいないよ。そんなんじゃないわよ。ああ、今日はとてもいいお天気だな。そうね、今日はとってもいいお天気ね。ほらほら、独り言ね。そこをどいて。どこに？もうどいて、早く。おい、あ、ほらね、誰もいない。こんにちは。こんにちは。よかった。